アメリカ合衆国の政治家。核拡散問題に関する特使として、大使級の地位を有し、ジョージ・ W ・ブッシュ政権で国務次官を務めた。ノース・ダ・コタ州・ウィリストンにて誕生。1967年から1969年まで海軍兵学校に在籍し、ベトナム戦争に参加。1971年にセントルイス大学で学士号を取得。 1973年にシカゴ大学で修士号を取得。1978年にコロンビア大学で博士号を取得。国務省で会見するジョセフ博士家庭修了後国防総省に入省。政府機関では主に安全保障と原子力政策に関連する複数のポストを経験。1978年に国防時間保守にて交渉担当補佐官。 九百七十九年に国防次官室にて国防総省にて繁用武力担当補佐官1980年から九百八十一年まで国防次官室にて各政策担当職員九百八十二年から九百八十四年まで各政策企画課長九百八十五年から九百八十七年まで NATO 代表部にて 戦意企画戦力政策部長。1987年に首席国防次官補大理代行。1987年から1989年まで国防次官補大九1989年から1991年まで首席国防次官補代理。また大物主政権下では ABM 条約に関する米ソ、常設協議委員会にてアメリカ代表委員。 核実験に関する米露協議委員会にてアメリカ代表大使。ジョージ・ダブブッシュ政権では2001年から2005年まで国家安全保障会議上級部長。この職務においては2003年の大統領一般教書演説の一部を監督し、イラクの大量破壊兵器に関する情報活動への対抗について文明支援した。 アメリカによるイラクの自由作戦に際しては、アメリカの諜報活動について、上院スパイ活動特別調査委員会での証言を、ファインス大委員長から要請された。拡散に対する安全保障構想の作成に助力し、また核テロリズムに対抗するためのグローバル、イニシアティブを立案。2003年には、リビアの大量破壊兵器の放棄に関する合意を得るため、 アメリカの首席交渉代表として派遣された。2005年、国務次官に、ジョン・ボルトンの公認として就任し、2007年3月まで、在任した。複数の研究機関で教員を務め、カールトン大学、チューレイン大学、タフツ大学、フレッチャー法律外交大学院に勤務。1992年から2001年まで、国防総合大学国防問題研究所教授、 拡散対抗センターを創設し、初代所長に就任。1993年に国防大学教授に就任。2009年に水売り州立大学国防戦略研究プログラム教授に就任。ありがとうございます。